思えばメンバー勢揃いで食事するなんて久しぶりね。確かにな、解放作戦の間は楽しく飯食ってる暇もなかったし。金谷ちゃんの料理すごく楽しみです。また腕を上げていますからお楽しみに。よしそれじゃ早く帰るとしよう。俺たちの支援課に。
私の番です。行きます。私の番ですね。私の番ですね。後期です。もらった。俺の番だな。ぜい行きます。俺の番だな。よし、もう大丈夫だ。電子エネルギー充填しました。私の番ですね。ラウドウォリアー。私の番ですね。今です。もらった。俺の番だな。よし、もう大丈夫。電子エネルギー充填しました。これも皆さんのおかげですね。
ま。ただいま。で、皆さん、地下の調査はご苦労だったな。ダドリーの旦那、ミレイユに指令までいんのかよ。キアちゃんに招待してもらったんです。ええ、お弁当は用意してたけど、仕事に区切りもついたからせっかくと思ってね。そうだったんですか。っていくらなんでも大所帯すぎるんじゃないの。みんなで食べた方が楽しいかなって。本当は雫も誘いたかったけど、お父さんと他に用事があるらしくて。そう、それは残念だったわね。イリアさんも個人練習をやりたいってさ。ほんとよくやるっていうか。イリアさんだから。でも後で差し入れを持っていこうね。こんなに賑やかなのもたまにはいいですね。やれやれ、言っておくが大したもんは出せねえぞ。そこまで期待していないけど、せっかくだから日頃どんな食事をしているのかチェックしてあげるわ。頼むからやめてくれ。ロイドさん？いや、改めて帰ってこられたんだなって。どこにでもあるような日々だけど、どうしてこんなに。ロイド、そうだね。きっとこれが私たちが掴みたかったものなんでしょう。ええ、困難尽くしの2年間でしたけど、頑張ってきてよかったです。本当に。ああ、心からそう思うぜ。守っていかねえとな、再独立がなった後もずっと。はい、全身全霊で。さあみんな上がって上がって、午後も頑張れるようにたくさん用意したからね。
長い冬の季節でありました。2年前の帝国への帰属、いえ72年前に最初の独立を果たした時から、クロスベルは多くの試練に見舞われてきました。大国の思惑に翻弄され続け、度重なるテロに傷つき、動乱と不可思議な異変の末に自治州の名を失い、さらには先の大戦の最前線となることで諸国ともども多くの悲しみと痛みに対面しました。傷は容易に癒えるものではありません。時としてそれは新たな悲劇を生み出してしまうことすらあるでしょう。ですがそれでもクロスベルの人々は誇りを持ち続けていてくれました。長きにわたる苦境にあっても決してめげず、耐え忍び幾度となく乗り越える中で、一人一人がそんな誇りを忘れなかったからこそ、クロスベルは今日という日を迎えられたのでしょう。クロスベルに生きる市民の一人として、この場を借りて感謝を述べさせていただきます。この再独立によってクロスベルは、ゼムリア大陸は新たな歴史を刻み始めます。いずれ帝国共和国ともわだかまりを捨て去り、諸国が手を取り合いながら前へと進める、この調印式がこれからの時代を生きる子供たちにそんな時代を導く第一歩たらんことを切に願います。女神エイドスとアルテリア報告の名において、クロスベル自治州の再独立を認めるものとする。議長閣下、どうぞ再び前へ。その調印待っていただこう。この声は、まさか。おいおい、こいつは何の冗談だ。ルーファス、元総督。ご機嫌麗しゅう、親愛なるクロスベル市民諸君。僭越ながら式典への出席のため再びこの地に参上つかまつった。まさかこんなことを。止めるぞみんな。この連動は。どきやがれてめえら。ちょっと厄介だね。に邪魔をするな。皆さん、ルーファス卿、あなたは。その独立宣言書に異議を申し立てさせていただきます。こたびの独立はこれからの大陸にとってあまりに重要な意味を持つはず。今さら報告から与えられる自治州の名に何の価値がありましょう。何を。ゆえに、よりふさわしい独立の形を提案させていただきたい。及ばずながら、この地を統括してきた元総督
ルーファス・アルバレアとして。ふざけるな！ルーファス・アルバレア、どうしてあんたがここにいる？帝国で拘置されていたっすよ。それに、その黒い衛士隊は一体君たちも久しぶりだな、特務支援課の諸君。私はただ子供たちとしてのやり残しを片付けに来ただけさ。オズボーン最小閣下の意志を継ぎ、今度こそ待望を果たすためにね。鉄血宰相の意志、この後に及んで何を抜かしやがる。久しぶりだな、特務支援課。1ヶ月前の借りを返させてもらうぞ。まさかクロスベルを占領していた部隊。そんな、どうして。クソが、結局あんたたちには何一つ届いていなかったということか。いいさ、だったら何度だって乗り越えてやる。衛士隊、そしてルーファス・アルバリア、テロの現行犯であんたたちを再逮捕する。クロスベルを思い通りにはさせない、絶対に。行くがいい、黒の衛士たち。ジーク、ヒューラー、我らが主に栄光あれ。始めましょうか。俺の番だな。やっ、任せて。行くわよ、くらいなさい。かっこ崩れたわ。ランディ、行くわよ。おっしゃ、行きます。食いしばれ、タフレスシールド。私の番です。デミガンナ起動、セリントゼロ。行くぜ。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル、チャンスだ。お嬢、頼んだ。了解よ。行くぞ。さて、始めるとするか。うわー、暗い、ベルゼルだ。悪いな、往生しろや。行くぞ。
れ。よし、今だ。終わりだ。バカな。私の番です。強い。バカな、1ヶ月前と比べ物にならねえぞ。貴様らごときに今の我々が倒せるものか。我ら黒の衛士、守るべき主と大義を得たならば。あのオーラは黄昏の呪いに似た何か。嘘だろ、支援家が苦戦してるのか。ロイド、みんな負けないで、みんな。そうよ、諦めないで。頑張ってくれ支援家。ああ、こんなところで手放してたまるかよ。やっとの思いで掴みかけている私たちの自由、市民たちのためにも阻まれるわけにはいきません。ああ、守ってみせる。俺たちが絶対に。皆さん、すまない、遅くなった。全力で助け出しします。ノエル、バジ、リージャ、ああ、よろしく頼む。無駄なあがきを。俺たちがか。何がおかしい。いや、実に哀れで滑稽だ。そんなものにそそのかされ惑わされてきた民たちも、君たち自身もね。ならばこの私が手ずから払うとしよう。長らくこの地にはびこり続けた病、クロスベルの歪みの象徴たる支援家という幻想を。わけのわからねえことを。行くぞ、迎撃を開始する。教えてあげよう、全ては幻想だと。かしづけ、マジェスティックレイン。変わってちょうだい、お任せを。私の番です。デミランナー起動、セリフォーゼロ。行くぜ。
んだな。行くぞ。始めるとするかな。うわぁ！出るか！悪いな、往生しろや。これで決める。そろそろ終わりにしよう。覚悟はいいかな。さあ行くぞ。教えてあげよう。すべては幻想だと。かしづけ、マジェスティックレイン。行くぞ。行きます。あとはお任せします。お任せを。始めようか。バイアントレイジ。一気に行くよ。と。我が深淵にて青金の刻印。大いなるカイナとなりと我が右手に集え。
そろそろ終わりにしようか。イカズチよ、覚悟はいいかな。さあ行くぞ。マジかよ、参ったな。絶対に！ロイドさん。ロイド。君は間違いなく英雄だよ。だが、もはやクロスベルには必要ない。舞台から降りたまえ。ご安心あれ、クロスベルの諸君。もはやこの地に支援課も警察も警備隊すらも必要ない。これからは黒の英士と彼らがクロスベルを守る剣となろう。昔いたマフィアの。おじさま、本当におじさまなんですか？ガルシアのおっさんまでどうなってやがる。はっ、久しぶりだな小僧ども。久しぶりのクロスベル、私も実験を始めさせてもらうよ。
ロスベルの民たちよ、先の大戦以来未だ世界は混迷極まる状況にある。大陸に生きる我々は今こそ手を取り合わなければ、国境を越えて唯一無二の統一国家として、大国の思惑によって多くの苦難に見舞われ、そして乗り越えたクロスベルこそ始まりの地にふさわしい。諸君の賛同が得られるならば、私は新たにクロスベル総統を名乗り、全身全霊をもってこの地を導かせてもらおう。に戻れたって、どうせいつかまた。だったら元総督の言う通りにした方がいいんじゃないのか。ああ、元大統領も手伝うなら、もしかして本当に。バカな、何を言っている。目を覚ましなさい。ジーク、ルーファス、クロスベルに栄光あれ。ルーファス、ルーファス、ルーファス、ルーファス。な、何よこれ。これはまるで。間に合わなかったか、ロイド君。ルーファス、ルーファス。こんなことって。聡明なるクロスベルの民たちに感謝を。なれば今こそことほがせていただこう。クロスベル統一国、大陸統一の第一歩を踏み出す記念すべき独立の日を。